どうも皆さんこんにちは。今回は太田製作所の人気商品ダブルジャンプクリワナを実際の現場に設置してみたいと思います。こちらの商品はこのように台座と踏み板、 L 型のねじりバネ、これはストレートですが L 型のねじりバネが付属しています。このように台座に設置して、ここをイノシシが通ると踏み板が外れ、このように跳ね上がるという仕組みになっています。では早速現場に設置してみましょう。はい、現場に到着しました。ここは箱穴があって、箱穴の近くに獣道がいくつか見られます。今回はそこを狙って罠を設置してみたいと思います。すでに取れそうな雰囲気がありますね。はい、現場に到着しました。獣道がこういう風に向こうの方からこう来ています。で、今回はこの木のこの辺に仕掛けたいと思います。あまり最近通った様子がないみたいですが、こんな風に木が削れていたり、ちょっと葉っぱがずれていたりして通っているかなっていう感じがします。一旦ここに設置してみたいと思います。はい、では設置していきます。余談ですが、このブーツはスコップを踏んだ時に底がかなり厚いので、とても足裏が痛くなりにくいです。しかも凸凹が大きいので山の斜面でも滑りにくく、安全にこういう山道を行くことができています。設置する時の注意点ですが、ダブルジャンプククリワナは感度が非常に高いので、現在販売しているものはここに爪楊枝を刺す穴があります。ここに爪楊枝を入れ感度調整をします。爪楊枝を入れてもタヌキでも反応しますし、爪楊枝を入れたからといってイノシシが取れなくなることはありません。はい、このように設置していただき土をかぶせます。ここでワンポイントアドバイスです。シャックルの付け方を説明します。シャックルをつけるときは、こちら一旦シャックルを外して、こういうふうにピンを入れる方がこちらとなるようにして入れます。で、この時シャックルの締めるところは上方面になるように、はい、こんな感じです。で、シャックルを外れないようにするために針金を入れるのをお勧めします。私はここをペンチでがっちり締めます。シャックルはこんな感じでします。はい、戻ります。ワイヤーが余ったので私は土の中に入れます。できるだけ手を伸ばしてですね、顔に当たらない距離で綺麗に隠します。最後に自然な感じに見せて完成です。ダブルジャンプククリワナを設置しました。では数日間様子を見て、また捕獲できたら報告したいと思います。